なんと、はい、今回更新の2日前ということで収録がね、最高の鮮度でお送りできそうですね。素晴らしいですね。ね、まあ、情報もお魚も鮮度が命ですからね。そうです。まいちゃんは、はい、こうお魚とか、はい、鮮度を気にする方ですか？とても気にしますね。お魚って、はい、やっぱりピチピチしたものがいいんですかね。なんか目が透き通ってるといいって言いません？言うよね。はい、お姉ちゃんは、うん、お料理しますよね。え、します。お魚さばきますか？ドキ。私ね、お魚は食べるのはもちろん好きなんだけど、はい、あれ言ったことなかったっけ、私前世がマンボウだったって話。あ、私それ、うん、声優グランプリの第1巻目で読みました、うん、創刊号みたいなやつで、なんか表紙をやらせていただいたの、はい、懐かしい。そうでした。書いてた、そういうこと。はい、言ってました。そうなの、私ね、マンボウだって。そう、マンボウだったから、まあなんていうの、海の仲間たちじゃない、はいはいはい、まあでも食べるんだけどさばけないのよ。お刺身とかはもう食べるのね。もう亡くなってるからしょうがない。そう、仲間を弔う意味で、美味しくいただきましょうということでね。たださば、はい、けない。え、まいちゃんさばける？さば、はい、けます。あー、すごい。ドキ。なんか今までこうなんかお料理のこととかは、はい、まいちゃんたらちゃんと作れるの、カレーぐらいな感じでいたのに、はい、ここで一気に、いや、もうだって逆転されました。海沿いで育ってますからね。そうなんだ、はい。じゃあもう、生きたお魚を。はいはい。あ、こう、鱗とかシャシャシャ。あ、鱗とかやりますよ。すごーい。はい。包丁の背でやりますよ。あ、無理無理無理。うわー。来年、ごめんなさい。タコを塩で洗いますよ。すごーい。ぬめぬめぬめって。まいちゃんを見る目が。変わりましたか？変わりました。もう、ほんとすいません。いつでも言ってください。さばきに行きます。うわ嬉しい。なぎさと、さなえの、お前にレインボー。もうついね、うん、ブースの外を見てしまう癖があり、ディレクター様、今、この中にいましたね。今いましたね。向いた方が逆でしたね。逆でした、ごめんなさい。慣れないとね、ここはね。逆見てました。すいません、すいません。中原舞です。はい。将軍です。将軍です。ちょっと待ってください。将軍、これなんで私将軍？やっぱりあれですよ、17歳強を束ねてるからですよ。あー、そうですよ、そこですよ。あー、将軍です、世が世なら。でもいいのかな。いいと思います。だって17歳強だけでもいいのかなって感じがするのに、なんかその中でねえ、将軍なんて言っちゃった日には私大丈夫なのかな。すごい人たちが17歳級履いてるらしいじゃないですか。ね、確かにすごすぎるんですよ。まあね、はい、堀江ゆいちゃんとかね、ゆかりんとかね、はい、あとね、さくらちゃんとか、もうみんなもうね、はい、皆さんがすごいから。17歳級。うん、まあね、でもこの辺あんまりね、膨らましても。ちょっとしどろもどろに、ほら17歳級っていうのは私、幻のような回だと思っているので、はい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 、ね。はい。ということで。わかりました。はい。じゃあ、まあ、ね、この、ね、番組はクラナードのラジオですから。そうですね。はい。ね、アニメが絶賛放送中。はい。古川親子ペアでお送りしています。はい。いつかお父さんもね、来てほしいですね。お父さん、そうですね。ぜひぜひね。はい。というわけで、番組のテーマは絆。うん。また素敵なね、メールをちょっとご紹介したいと思います。お願いします。ペンネーム、山積みの希望さん。ありがとうございます。以前、第1回でおっしゃっていた、お二人が揃ったラジオを聞いていた時は高校生だった私も成人し就職活動中です。あらあら、ね、今後とも大好きなお二人の温かいトークを楽しみにしております。ありがとう。ありがとう。でね、エアカノンも家族で見ておりました。へー、すごい。まさに絆じゃないですか。そうですよね、家族で見れるアニメ。そしてね、なんとね、拙い絵ですが応援してますの気持ちですということでね、可愛い絵も描いてる。もうほら、なぎさちゃん汚くないですよね、さなえさんの絵。この他にもですね、絵とか送ってくださる皆さんいらっしゃいまして、本当です、素晴らしいですよね。ねえ、感動、ありがとう。さなえさんがこれね、ほら制服着てますから。本当だ、もう私的にもわしづかみですね、これ。ツボですね。ツボですね。来たい。ということで、お姉ちゃんも来たい。お姉ちゃんも来たい。はい。あ、そうそう、こちらのメールね、女の子。あ、
ありがとうございます。嬉しいね、女の子からもね。皆さん、男の子ももちろん嬉しいですけど、女の子も嬉しい。はい、皆さん、メールありがとうございます。ありがとうございます。はーい。今日も最後まで、お前にレインボーマン。なぎさとさなえのお前にレインボー。この番組は、光坂高校演劇部、ウシロード、タブリエコミュニケーションズの提供でお送りいたします。なぎさとさなえのお前にレインボー。お姉ちゃん最近どんぐり拾ってます拾ってますよ。あらゆる、いろんなところにね、落ちてますからね、今の季節ね。そうですよね。楽しいですね。幸せになるね、拾うたんびに。そうなんですよね。一つ、拾うと一つ幸せが胸に、みたいな。いいですね。いいね。お姉ちゃん家には今、うん、何百個もの幸せが。あ、まあ、ほどほど置いてきちゃうのでね。ほどほど。いくつかの幸せがね。ほどほどの幸せがね。まあ、そんな、はい、なんかうん、どんぐりで幸せをね。うん。感じている人たちのメールたくさんいただきまして嬉しい、ありがとうございます。すごいです。じゃあ何個か読んでみますね、うん、はい、これペンネームはしょられさんからいただきました。ありがとうございます。井上さん、中原さん、レインボー、レインボー、レインボー、クラナドラジオ初投稿です。はい、ありがとうございます。第4回の放送で井上さんはどんぐりがお好きとのことで、うん、ミクシーでどんぐりに関するコミュニティを探してみましたところ、うん、どんぐり大好きというあのスレッなんていうんですか、コミュニティ、うん、コミュニティが174人入っていたと。へー、いっぱいいるんだ。これはですね、どんぐり落ちてたら絶対拾って持って帰っちゃうあなた向け、ドキこれじゃ入れますよ。へー、他にもどんぐりを育てよう164人。これはどんぐりを育てている人、育ててみたい人の集うところ。どうやって育てるの、どんぐりって。きっとここに行けば教えてもらえると思いますよ。でもミクシーにね、入るのね。まず入ってから。そう、パソコンが上手にならなきゃってことですね。携帯でも行けますよね。はい、でも無理な気が誰かにお姉ちゃんとかに入ってもらって、それを見せてもらうとか。それがもしくはみんな、うん、ミクシーで調べてここにメールを。うわー、どん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 なんか自分が楽してるみたい。いいのかな、私の人生これ。いいと思います。ありがとうございます。はい、他にも、うん、パステルさん、はい、ありがとう、ありがとう。毎週楽しく聞かせていただいています。うん、ありがとう。さて、4回目の配信でどんぐりの話題をされていましたが、うん、どんぐり銀行という制度があるのをご存知でしょうか。知らない、何それ。これは、うん、森や林などで拾ったどんぐりそのものを通貨、単位は D どんぐり。じゃあ3個どんぐりだったら 3D、 3どんぐり、うん、あー、かわいいとみなして、どんぐり通帳に積んでいき、うん、そのどんぐりが貯まると、苗木やどんぐり銀行のグッズ、過去、ポストカードやシールなどと交換できるそうです。すごい。また、どんぐり銀行のホームページでは、どんぐりを使ったトトロの作り方が紹介されてもいます。すごいねー。あ、ここにどんぐり銀行のホームページが。ありがとう。じゃあこれちょっと調べてみます。はい。ありがとうございます。はい。はい。お姉ちゃん今何どんぐりぐらい持ってますか？お家に？はい。38どんぐりぐらいですか？それは、うんうん、ポストカードぐらいですかね。どんなんだろうね。全然知らないですけど。今か、適当に今、まいちゃんね。適当に言いました。言ってみましたね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。じゃあ、はい、次のメール行ってみますね。はい、ペンネーム、コロコロくん。どうもありがとう。素朴な疑問があるのですが、どうして女の子ってみんな、眉毛がないのですか？子供の頃、眉毛のない子なんていなかったと思うのですが、いつの間にか周りに薄い子はたくさんいます。ひょっとして、化粧の失敗で剃り落とすのでしょうか、はたまた年齢とともに抜けてくるのでしょうか。ドキ抜けるんですか。今私への質問、まいちゃん。ちょっと待って、まいちゃん。お姉ちゃんがドキって言うから。あ、そうだよね。抜けないですよね。多分抜けないと思うんだけど。そうですよね。私はもう若い時から薄いからわかんないの。私も本当に薄くって、こう眉ずみっていうんですか、あ、アイブロウっていうのよね。あ、はい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 。あの目のところ縁はアイライン、アイライン、はい、眉毛はアイブロウ。
アイブローなしでは生きていけない人ですから。それくらい薄いんですか？すごい薄くて、あの、日坂彩ちゃんって私すごい仲良しなんだけど、はいはいはい、一緒にこうお泊りとかした時に、あの、顔洗った後って、眉毛が私、ほんと薄いから、もう、はい、彩ちゃんがゲラゲラ笑って、お姉ちゃん、お姉ちゃん、マロとか。薄いなぁ。羨ましいですね。どうして？やだぁ。まいちゃんは普通にちゃんとあるね。私普通にあります。いいなぁ。そうですか？でも、大人になると薄いって、なんでだろう？それはみんなが、後先考えず抜いちゃうからじゃないですか？抜いちゃうからかなぁ。それかもう形を整えるって言って、こうなんか、綺麗な眉の形にしましょうみたいな。結構女の子の方には、こう化粧の仕方とか載ってるじゃない？載ってます。で、その形をやって、やってみようと思って心配しちゃうとか、まあ、あるかもね。そう、うちの妹が言ってました。うん、うちの妹は後先考えず抜いちゃってる子なんですけど、あの、メイク落とすとマロなんですけど、やっぱり。なんか、ずっと抜いてると、うん、生えてこなくなっちゃったんですって。そうなんだ、うん。多分体が、あ、ここの毛はいらないのねって。ああ、そうかも。抜いちゃったんじゃないですかね。なんかこう、進化の過程、を失敗しちゃったみたいな人間の体がこうそうですね、そういうふうに覚えちゃうみたいな、みたいですよ。そうだね、眉毛ね、植毛ですよ、プロピアありますよね最近。眉毛にプロピアってどうですか？あー、どうなんだろう微妙ですかね微妙なのかな。あんまりふさふさ長いのもね。そっです ね。確かにそりゃそうか。困りましたね。困りましたね。でもなんか、頑張る。頑張る。お姉ちゃんはでも、うん、その、書いていれば大丈夫ですもんね。落ちてきたりはもうしんないですか？わかんない。落ちちゃうかも。落ちてるかも。全然大丈夫ですよ、今は。今すごい気になる。全然大丈夫ですよ。ダメ、見ないで。なんかちょっとこう前髪で隠してるみたいなね。あ、あんまり全開できないですね。大丈夫ですよ。そうですか。今マロじゃないです。本当？はい。じゃあ次のすいません、次のメールいきます。ありがとうございます。はい、じゃあペンネーム、うん、桃の店長さん、ありがとうございま す。とてもとても嬉しいことがあったのでメールします。うん、本日、うん、10月28日、うん、朝7時33分、うん、我が家に赤ちゃんが生まれました。男の子でした。立ち会い出産をしましたが、生命の不思議、凄さを間近に見てとても感動しました。赤ちゃんを産むのがこんなに大変なんて、実際に見るのと想像では全然違っていました。うん、これから古川家の、古川家やきっこさんのお家のように、うん、幸せで仲良しな家族を目指して頑張ります。うわー、おめでとうございます。ありがとうございます。メールで、そうなんです、赤ちゃんの写真かわいい、すごいかわいいんです。いやー、なんか赤ちゃんって、うん、私いつも思うんだけど、はいはい、今生きている人たちって最初は全員赤ちゃんだったって思うと、はい、すっごいなんか感慨深くない？なんかすっごい悪いことした人でも、例えば悪代官とかも、最初は赤ちゃんだったわけじゃない？なんか ね、そう思うと、どうして悪代官になっちゃったんだろうとか、こう、テレビ見ながら、思うの。あの、それって、時代劇ですよ、ね。ごめん、急に、今なんか主語、大切な言葉がなかったよね。いや、大丈夫です。でも、本当にこう、うん、なんかこうね、何かこう、悪いことちょっとしてる人でも、うん、最初はみんなね、こうキラキラした瞳でね。ね、え、どうしてああなっちゃうんですか？悪代官？はい。やっぱり、どうしてだろう、育てる人がいけないんですかね。それだけでもないだろうし。え、もうじゃあこの頃から邪神を持ってるわけですか？え、ちょっと待って。この、今、何ちゃんですか？ゆかちゃんです。ゆかちゃんね。はい。いや、ゆかちゃんに邪神はないんですよ、絶対に。ゆかちゃんにはないと思います。うん、でも、悪代官がこの頃には、悪代官が生まれた頃にはもう、その時から、おやーなんだけど、ちょっと、いちごやーいちごやーって思ってるんですよ、きっと。赤ちゃんから？どうなのかな？いや、でも知り合いに悪代官がいないからね。聞けないよね。なかなかね。まあ知り合いに悪代官がいたとしても、はい、赤ちゃんの時はどうでしたって聞いてたの。わかんないもんね。
2歳ぐらいの時から悪に芽生えたっていうかもしれない。あ、でもね、これって本当になんか、例えばお友達とね、うまくいかないとか、例えば先輩でね、がどうしてあんなこと言うんだろうとか、上司にひどいこと言われたとか、なんかあった時に、私これはいいなと思って、みんなこうひどいとかって、なんかこう人の心って憎しみとかあるじゃない。あります。そうに思った時も、あ、でも人はみんな最初赤ちゃんだったと思うと、なんかそれを想像してみるの、赤ちゃんの今の顔からふーって赤ちゃんだったらどうなんだろうと思うと、ちょっとププって思ってあ、まあ、許してあげようとか、自分が大人になれるっていうか、ちょっとそういうのも面白いよ。でもやってみる、それ大事だと思います、うん、私も今後、うん、赤ちゃんだったんだって思っていきます。あれ、いっぱいいるわけじゃない。いっぱいいるわけじゃないです。ね、たまにです。たまになんかあった時に。たまにあった時に。そう思うとね。はい。ちょっといいよ。うん。なるほどね。じゃあ、もう一枚メール行ってみますね。はい、こちらの方は、アポニちゃんリオさん、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。戻ってきましたね。戻ってきました、ポニさん。はい。まえさん、きっこさん、こんにちは。こんにちは。クラなど大好評ですね。ありがとうございます。そういえば、DVD 第1巻の初回限定版には、うん、なんと、舞さんのインタビュー映像が特典として入ってるらしいですね。そうなんです。見たい、舞ちゃんの見たい。ぜひ見てほしい。必ず見たい。さらに、石原監督のインタビューも見れるとか。おお、見たいね。見たいです。あの監督さん、本当に真面目な方で、こうなんか誠実な方だなって私ずっと思ってて、はいはいはい、一生懸命もうね、なんか愛情いっぱいにアニメをいつも作ってらっしゃるので、その監督の気持ちを見たいですね。はい、ぜひ。はい、で、確実に手に入れたいので、11月5日までに予約します。皆さんも早めの予約がいいですよ。その他の DVD の特典などは、オフィシャルホームページでチェックするのがいいと思います。それでは、ということで。これ11月5日までに予約すると、確実なんですね。皆さんももううすうす感づいてらっしゃるかもしれないんですが、はい、クラなどとってもね、ありがたいことに大好評なので、はい、そうなんです。予約といっても大変なことが起きたりすることもあるんですよね、この世界。だからやっぱり11月5日までに、これもう時間ないですよ、あと3日。ええ、もう、はい、今日後で、明日でもいいです。そうですね。ね、予約していただいた方が、はい、これは絶対いいと思いますので、はい、ぜひぜひ皆さん予約して、はい、楽しい映像もいっぱい見て、お得な感じで、めちゃくちゃお得ですよ。ですよーねー。皆さんも楽しみに待っててくださいね。はい。はーい。ここでは皆さんからいただいたお便りなどを紹介していきますのでね。はい。私たち本当にたくさんメールをいただいて、はい、ありがたいことですよね。これだけで、もう今、600通 ?700 通、うわぁ、もう、ほんと、また拝みたくなってきた。ほんとにこれが、札だったらって、どんなに幸せだろうって。たくさんの人が好き。まえちゃんのそんなとこが好き。だってこれすごいですよね。すごいよね。これすごいよ。ほんとだよね。ありがたいことですよね。皆さんの温かい気持ちね、うん。なかなかここでは読めないね、メールがたくさんあるんですけどね。うん、本当にね、皆さんからのメールが私たちの力というかも、はい。そうなんです。ありがたいですのでね、ぜひ、はい、個人的にみんなね、終わっても読ませていただきますのでね。はい、本当によろしくお願いします。お願いします。というわけで以上、お便りなどでした。はい。カツサンド、いつも渚ちゃんが言うように、皆さんからいただいた、これで勇気を奮い立たせるという言葉のお便りを紹介していきます。はーい。まずは、ラジオネーム、明日のためにその7さんからいただきました。明日から頑張る。うん。尾藤さんからいただきました。ありがとう。今日行ったら明日お休み。今日行ったら明日お休み。いちご5号さんからいただきました。人生やらねばならぬ時がある。今がその時だ。うん。みそじの反抗期さんからいただきました。ありがとう。宝くじ当たればこんな仕事いつでもやめられるんだから。しなびた姫と七人の恋人さんからいただきました。ありがとう。家帰ったら寝れる。
プレジデントホークアイさんからいただきました。ありがとう。ドンペリ。カキ食う客さんからいただきました。ありがとう。次の曲がり角に出会いがある。きっとある。クリスエスさんからいただきました。ありがとう。追い込め。そのまま刺せ。逃げろ。ペンネーム、夜のシルさんからいただきました。ありがとう。お前には俺がいる。俺にはお前がいる。それでいいじゃないか。渚のゴブリンバットさんからいただきました。ありがとう。諦めたら、そこで試合終了ですよ。レインボーな結城さんからいただきました。ありがとう。ううガオアンパン年齢 U ターンさんからいただきました。ドキ。大丈夫。ファミ通の攻略本だよ。以上になります。いや、今回もたくさん。はい。ねえ、素敵な言葉がいっぱいあるね。はい、気になったのありますか、お姉ちゃん。もうね、たくさんあるね。うん、でも、わかるわかるっていうのと、はい。ん？みたいなのとね。わからないのがね。もういっぱいあるね。ねえ、はい。ねえ、本当に。まえちゃんどうですか？私はですね、なんかどれも、結構好きなんですけど、こう、切実なものから、宝くじ当たればっていうものから、そうだね。なんかこう、ギャンブルにかけて追い込め、そのままさせ、逃げろ。競馬みたいなものから、この人ホストですかみたいな。ドンペリ。ドンペリ。はい、ドンペリニオン。ねえ。はい。飲んだことある？なんか飲んだことあると思います。私もなんかあるかもしれないんだけど、よっこうね、シュワシュワってすんね。はい、シュワシュワってしたドンペリ頼むとドンペリコールが鳴るあれです。ああ、そうらしいね。はい。じゃあ、とね、大丈夫、ファミ通の攻略本だよっていうのも、はい、ゲーム好きな方には、はい、胸がキュンとね、グッとくる言葉なんですよね。はい、ねえ。楽しかった。ね。ありがとうございました。ありがとうございます。勝ちさんどうのコーナーでした。はい。なぎさとさなえの、お前にレインボー。さなえ疑惑。お姉ちゃんが演じているとっても可愛いさなえさん、うん、なぎさちゃんのお母さんなのにあの若さ、うん、どう考えても年をごまかしているのではドキと疑ってしまう人も多いはずそんなリスナーさんがごまかしていること、はい、もしくは実は違うんじゃないと疑っていることを紹介していきます。はい、では今日も早速皆さんからいただいたお便り読んでいきましょう。はい、まずペンネームリアルさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。さなえさんというか、うん、古川家なのですが、うん、パンがあれだけ売れていないのに、うん、渚は留年している。あ、赤字なのでは？火の車なのでは？という疑惑が。疑惑？はい。どうですか？渚ちゃんには言ってないんですけど、はい、あるの、隠し財産？隠し財産？あ、よかった。火の車ですって言われたらどうしようかと思いました。隠し財産はね、はい、ある、じゃない？それは、さなえさんが握っているんですかね。うん。どんぐり銀行に預けてる。あ、それは、そっくりそのまま井上家だと思っていいですか？いや、どうしよう。これって私たちがこうなんか言って、こう、クレナドのあの素敵な世界観をどうにかしちゃったり、はい、大丈夫なんだ。もう大丈夫だと思います。あ、じゃあ、これはまあ、こうなんじゃないっていうところで、そうですそうです、もしくは、うん、はい、パンの値段って出てたっけ、うん、でもああやって売ってて、実は1個が8万円くらいで。え、ちょっと待ってください。あの、ほら、お客さん来ないんだけど。これ、あの、利幅が大きいとか。いや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 、それはないかな。町のパン屋さんだとせいぜい150円くらいまでですよ。ね、これ、町のパン屋さんでお客さん少なかったらやっていくの大変だよね。はい、大変でしょ。ただでさえ、古川家は人にパンを差し入れしすぎなんですか？してるもんね。はい。あれ、どうやって、隠し財産かもしくは、
両親が金持ち。ねえ。どっちかの両親が金持ち。どっちか、うまくありえなくもないよね、はい。どっちだろうね。あ、それかね、パン以外にも、映像には出てないけど、はい、こっそり何か、お仕事をやってるってこと？サナエさん、株とか超、株とか転がしてんですか？すごい株デイトレーダーみたいな。正直、サナエさん株やっちゃったら無理。それは無理だった気がする。それは無理ですかね。せめてカブトムシの栽培ぐらいだと思う。株は無理だと思うな。あ、でもカブトムシも高そうだし。あ、そっか。うん、あ、それいいんじゃない？あの部分だったら、ちょっと山に入ってカブトムシ取ってきて、そっと売ってる。そう、なんか、裏のほら、ちっちゃな玄関の方で、お勝手口の方はカブトムシ売ってる。はい、1匹15万円ぐらいの。あれ？すごいカブトムシを売ってたり。それって、法律に引っかかりますよね。そう？あれ？ダメ？じゃあ、まあ、2回ぐらいだったら怒られないかもしれない。2回それもまた、ダメなものはダメだよね。一回でもね。まあ、まあ、じゃあ、まあ、かもしれないっていう、想像で。そうですね。ねえ。犯罪だ。じゃあ、これは何色？何がいいですか？黒。違う、黒字になってくれますようにと思って。あ、はい。わかった。黒字です。わかりました。じゃあ、黒ということで。はい。いいのかな？黒でいきましょう。はい。次いきますね。お願いします。ペンネーム、マルークさんからいただきました。ありがとうございます。僕は内緒話をするときに使う、うん、これって誰にも内緒なんだけど、うん、という枕言葉は、うん、今日中に10人以上に伝えよ、という意味なのではないかと疑っています。内緒話ってすぐ広まりますよね。言えてる。なんだろうね。もう本当に、内緒話って内緒話じゃないですね。だよね。はい。これ、絶対言っちゃいけないことは言わない方がいいよね。でも墓場まで持ってかないといけません。ほんとそう思う。うん。でも、本当にでもこの言葉は合ってる気がする。はい。誰にも内緒なんだけど、誰も言っちゃダメだよっていうのは、ダメだよね、はい。みんなに言ってくれって聞こえますね。なっちゃうよね。これはもう、明らかに、はい、色で言うと、はい、もうこういうのはどう言うんだっけ、黒っていう、そうだよねってことは何色？黒です。あ、黒だよね。黒です。ただ、うん、あんまり隠し事とかするタイプではないので、うんうんうん、まい言っちゃうので。そう、まいちゃんって本当そうだよね。なんかいつももう、うん、隠し事ができないのでそっか、そうなんです。まいちゃんはね、なんか私、お姉ちゃん、お姉ちゃんって言ってくることを、はい、舞ちゃん、そんなこと言っても大丈夫って、大切なこととかも平気でね、教えてくれちゃうの。てか、誰にも言わないでね、もう言わないの、舞ちゃん。でも言わないです、私の中で、舞、言わない、みたいな。私の中で、これは人に言わない方がいいな、とか、っていうことが、いくつかある。なるほど、人を選んで言えばいいんですね。本当？もう、舞言わないを作ってくれてる人に。の方がいいかも。そうですね。でもね、私はほんとそんな舞ちゃんがいつも可愛いなっていうか、結構すっごい仲良くなっても、はい、なんか言ってくれない人もいるじゃない？いますね。なんかこう、ね。うんうん、でも舞ちゃんね、ほんと何でもお姉ちゃんに割とね、話してくれてすごい、はい、いつも嬉しいなって思っているので、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。じゃあ今後もバンバン言っていきます。ドキでもここで咳止めるから。わかりました。内緒なことは内緒にしときます。ね、そうだね、はい。じゃあ今のも黒ということで。黒で。はい。もう一ついける。こちらペンネーム、うん、こんにゃくジュエリーさん。ありがとう。どんなジュエリーだ。こんにゃく色。はい。私は19歳、男、うん、そして未婚なのですが、はい、最近電話でこのようなやりとりをよくするのです。うん。プルルルル、うん、ガチャ。セールスマン。〇〇株式会社のものですが、私、はい。セールスマン、奥様はご在宅でしょうか？私、いません。このセールスマンの本当の目的は営業ではないと思うのです。こやつの真の目的は、うん、妻どころか彼女もいない自分に対する嫌がらせだと思うのです。そんな。お二人はどう思いますか？そっかなぁ。もうこのセールスマンって本当にムカッときますよね。あの急に電話でっていうのはちょっと、しかも奥様ですかって言いますよね。
あ、ほんと？私、違います。そんな怒って、怒り口調。私逆に、はいはい、もう奥様なのに、はい、お嬢さんですかって言われて、成人式の着物はもう買ったかしらっていう電話を受けたことがあって、なんかちょっと楽しくなって、まだですって言ったことがある。羨ましい。ほんと？なんとなく声のイメージで言うのかな？お姉ちゃんは、うん、トゥルルルル、もしもし、なんて出ますか？はい、何々ですって。なんで？優しい。だからだ。え？きっと、まだ若いんだなっていう感じです。ヤングな感じがする？します。私、はい、もしもし。ああ、すごい、横変に出ちゃうので。私ね、なんかね、なんかこのね、こういうお仕事をしてる人って、はい。すごいなんかね、時々考えちゃうの。すごいその電話でなんかお仕事をしなきゃいけない人って、はい。辛いんじゃないかなって思っちゃうの。辛いと思います。だって、絶対嫌がってる人がいっぱいいると思うから、うん、こうガーンってなんか言われたりとかガチャって切られたり。だから、たまーにオアシスになってほしいみたいな。だから、断っても絶対、横柄にしないって決めてんの。お姉ちゃんいい人ですね。そんなことない。でも、多分暇なんだと思う私。そんなことないです。というか、電話が好きなのかも。誰かと喋るっていう行為が、なんかそこで生まれる。あ、でも一番悔しいのが、ごめんなさい、私それは大丈夫なんです、とか言った時に、向こうからガチャとか、ほら、忙しいのだと思うのね。もの、何百とか何千とか多分一日かけてるんでしょ？その時は、ちょっと悔しい。あの人たちは、きっと、うん、人だと思ってませんよ。ええー、そうかな。でも、お金に見えてると思いますよ。そうかな。この電話番号が。この電話番号に電話すれば。そうかな。何十万みたいな。ほんと。いろいろほら、人生をね、いろんな人を聞くと、はい、例えば、まあね、お友達がお仕事がこうね、こうなんかあれして、今こういう仕事やってんだなんて、お友達の話を聞いたりすると、ああ、この人も今お家でなんか大変かもとか、なんか想像しちゃって、だよね、なんか思っちゃうんだけど。あ、でもそれは偉いしすごいと思います。常々そう生きていきたいと思っているんですけども、うん、つい忘れちゃうんです。でそういうこと、レジとかでお釣りを店員さんが渡してくれるじゃないですか。うんうん、極力、うん、ありがとうございますっていうようにしてるんですけど、でも、たまに、はぁ、大丈夫、それはでもそんな時あるよ。この人私の手に触ったとか。あれ、あれ心がすさんでいる時は、夢誰でもそれはあるよ。大丈夫、それは。気をつけていきます。うんうん、はい。じゃあこの人は。こんにゃくジェリーさんは、はい。え？何色？嫌がらせだ。あ、いや、私は嫌がらせだとは思わないんだ。私も彼女がいるとか彼氏がいるとかではないと思う。うん、ね。ただ商品が売りたいだけだと思うよ。そうだね。はい。ってことは、何色にしますか？まいちゃん。色にしましょうね。ねえ。ジュエリー。金色。金色。はい。よかったー。プラチナ。プラチナ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。真実はいつも一つ。以上、さなえ疑惑でしたっていうか、似てなー。なぎさとさなえの、お前にレインボー。皆さんの家には蔵や納戸ありますか？蔵に眠る家族との絆を結ぶ一品、蔵にまつわる心温まるエピソードをここでは紹介します。というわけで今回も、はい、たくさんいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速ペンネーム国彦さん、ありがとうございます。僕のおばあちゃんの実家は巧妙な武士の家系らしく、実家の蔵には数多くの日本刀が保管されていたそうなんです。ですが、先祖の方がお酒を買うお金を作るために、その日本刀をことごとく売り払ってしまい、結局残った刀は一振りだけになってしまったそうなんです。現在この刀は、やはり何百年も保管してあるので、錆だらけになってしまいましたが、この刀を見るたびに、数百年存在し続けてきた尊大なオーラみたいなものを感じさせてくれる大事な家宝になっていますというメールです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごーい。何百年前の刀なんて。でも
あれですね、何百年前の先祖はのんべえさんだったんですね、きっとね、その一方がいらっしゃってね、一つになったっていうことだけども、でも確かに昔からのものってもう、目にする機会があんまりないじゃないですか。本当だよね。きっとなんだっけ、探偵団に出した何とか、お宝。あ、探偵団。何でも。何でも。探偵団。欲しかった。探偵団だった。ねえ。そうだ。でもこうサービがあるとね、大変なんだろうね、きっとね。そうですね。でもこの刀の下のとこの、このこういうところ。絵の部分ですか？絵の部分か。はいはいはい。ああいうところとかが、きっとすごい価値があったりとかするのかな。なるほど。どうなんだろうね。ねー。はい、じゃあ、ありがとうございます。もう一枚読ませていただきますね。ペンネーム、超大吉さん。ありがとうございます。先日亡くなった祖母の家の納戸から、祖母の使ったものと思われる、花嫁衣装が出てきました。素敵。今のところ、親族のうちでは、誰も使う予定はなく、状態はとても良いので捨てるのは忍ばれています。二人はどうしたらいいと思いますか、というメールなんですが、お姉ちゃんはありますか、こういう経験。なんとあるんですよ、はいはい、まあね、私の娘が、はいはい、今小学4年生なんですけど、はい、七五三で着た着物は、なんと私の母が着た着物だなの。へぇー、3代着てるの。お姉ちゃんも着てるんですね。私も着てるの。すごーい。なんかちょっと絹みたいな感じでできてて、うんうん、で、やっぱりこう、綺麗にこう、取ってあって、はいはいはい。もうね、やっぱりそれはもう自分でこうね、こう、着せるときも感激したし、で、着物ってそういうものなんだよね。何十年前、何百年前の、何百年は無理かもしれないけど、百何年前とか、うん、すっごい昔の、状態をこう綺麗に保存していけば、はいはい、使えるし、あと今なんか着物の生地でいろんなものを作ろうとかっていうのがすごいリメイクするってやつですか、流行ってるんだってね、うんうん、だからもしその花嫁衣装が、はい、もし着なかったとしても絶対持ってた方が、何かね、使わなくてもいいけど、うん、もう宝物だと思う。だっておばあちゃんの使ったものだったらもう相当ないもん、ね、すごいですよね。絶対に大切にしてほしいな、ね、あ、私もそういうの作ります、ね、自分の代から始めます。素敵。で、松代まで、松代まで、松代まで、いいね。はい。まいちゃんは着物とかってよく着るの？私ほとんど着ないんですけど、うん、でも花嫁衣装とかは、うん、ちゃんとしたの作って、あー、いいねー、そっかー。お姉ちゃんは？私ね、着物似合わないんだ。自分で言うのもなんなんだけど、なんかね、浴衣は好きなのね、うん、好きだからよく着るんだけど、着物似合わないの。なんか顔はよく古風って言われるから、着物っぽい感じって言われるんだけど、着物のなんか体型とかもあるじゃない、なんかこう寸胴の方がいいんですよね。あれ、そんなこと言ったらなんかまるで私がさ、すごいなんかボンキューボーみたいだよね。ボンキューボーみたいな。いや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 、でもなんか今一つって感じで、まいちゃん絶対似合うと思う。それってあ、ごめん、何もなんかこう私今にっこり笑って人を刺した感じだよね。いや、たまに言われるの、そう。いいんです。いいんです。私もこれから大人になるんです。ごめん、そういう大人の体になっていくんです。大丈夫。じゃ、やっぱり、スレンダーなのよ、まえちゃんは。こう、全体的に。全体的に。そういう人で、こう、撫で方で、こう、なんか柳腰っていうんだよね。なんかこう、スレンダーな人がやっぱり、ね、あ、でも、ふっくらした人でも、あ、綺麗な人いるよね。あれ、どこなんだろう、ポイントは。くびれてる人も、タオルをすっごい入れるじゃない？それが私なんかもう辛いっていうか、なんかね、ただの太った人になるっていうか、なんかね、入れすぎて。何なんだろうね。似合う人もいるよね。着物素敵な人いっぱい。あ、声優界で着物部ってあるの知ってる？何ですか、それ。知らない？知らないです。大原さやさやとか、あ、さやかさん似合いますね。すっごいも似合うじゃね、うん、さやさやとか、ドラえもんの静香ちゃんやってる、かかずゆみさんですか、ゆみちゃんと
か、あと誰だっけ、似合う、ゆみさんも似合うでしょ、うん、何人かいるて、はいはい、着物部のみんなは着物を着てたまにどっか行くって言ってた、はい、京都ですよ、京都、あね、先生は京都好きだしね、うん、なんかね、いいね、え、それちょっと入れてもらいましょうよ、私はこう、まあ、洋服部にしますか、洋服部、私たち洋服部っていうか毎日のこと、あれあれ洋服部、ドレス部にしますか、ドレス部、うわー、どうですか、なんか惹かれない、惹かれない、ドレス部ね、皆さんごきげんようとか言って、あ、会員二人みたいな誰も入ってくれないか、じゃあ制服部にします、制服部だったら入りたいね、じゃあ制服部にしましょう、制服部にする、はい、今割と軽い気持ちで言ってるの、はい、え、どうやってやるの、そう、制服部に来て今あんまり考えないで言ってるよね、まいちゃん、はい、あ、じゃあ、うんうん、キャビンアテンダントさんのお洋服を着るんだったら、あ、着て空港に行くとかで、飛行機に乗る、それコスプレの中の制服ってこと、はい、そうです、そうです、飛行機乗っちゃうの、乗っちゃいます、乗してくれるのかな、お客様ちょっととか言われないですよ、大丈夫です、これ服ですから、服で、あれ、私の服ですか、まいちゃんもあれ意外とコスプレ好き、私そんなに露出してなければ平気です、ほんと、はい、なんだ仲間だったんだ私あるよ、もうキャビンアテンダントっていうか、もうでも様々着てるからね、もうね、もう着すぎちゃって、はい、もうあんま着てないのないっていう、じゃあお姉ちゃんが着てないの今度着てください、なんだろう、なんだろう、結構着ちゃった、もう制服系はすっごい着ちゃった、じゃあもう、もちろんナースもやったし、もちろんもちろんナースだって自分でも持ってるし、2種類すごい、制服もいっぱい着てるし、ブレザーもセーラー服も着てるし、なんだろう、なんかチャイナドレスとかも着ました、もちろんもう何回も着て、結構制服、ポリスも着てるし、じゃあいつか何か着て収録しますか、そうしましょう、なんだろう、はい、なんか考えようね、はい、制服部として、そうですね、1年に1回ぐらい制服部は制服を着て、はい、ね、はい、頑張りましょう、頑張ります、はい、クラナンドのコーナーでした、渚とサナエのお前にレインボー、透き通る夢を見ていた柔らかい永遠、楽しい時間はあっという間です、はい、第5回は絆と題してお送りしてまいりました、うすうすそうじゃないかと思ってますでは早速コーナーのおさらい、皆さんからのお便り他を送っていただくお便りなどなど、渚ちゃんがみんなの奮い立つセリフを読んでくれるカツサンド、カツサンドごまかしています、アンド疑わしいと思うことを紹介するサナエ疑惑、疑惑、蔵や難度から出てきた一品や心温まるエピソードを送ってきてもらう蔵難度、難度、はい、まで、ホームページの投稿フォームからどしどし送ってみてください、はい、皆さんのお便りが私たちの心のグルタミンです、はい、グルタミンです、グルタミンって、はい、なんだっけ、グルタミンは旨味成分ですよね、昆布とかに入ってるやつ、あ、やっぱり合ってる、はい、わー、ドキドキした、アミノ酸の一種ですか、そうなんだ、はい、送ってください、本当にね、たくさんあるんですけど、たくさんあるけど皆さんのポテンシャルはそんなもんじゃない、もっといけるはず、すごい、まいちゃん挑戦的ぜひ、かっこいい、今シャランラって感じだった、シャランラって感じでした、ね、あの歌詞は挑戦的なのにねちょっとごめん、急に話が飛んじゃって、全然大丈夫、今いっぱい練習してく、あ、私ごめんなさい、そう、ワイルドストロベリーというね、はい、あ、そうライブが、はい、この間も言わせていただいたんですが、はい、11月10日、はい、ありますので、もちろんシャランラも歌うんですよ、魔女コメグちゃん、はいはいはい、いっぱいみんなが大好きな、私も大好きなアニメソングをジャズっぽかったり、いろんなアレンジをしてすごい素敵にできますので、やりますので、ぜひぜひワイルドストロベリーのホームページ、よかったら見て、よかったらライブも来てくださいね、はい、というわけでお相手は中原舞と将軍でござった来週もお前にレインボーリングチャーンストライク渚とさなえのお前にレインボー、
この番組は光坂高校演劇部、ブシロード、タブリエコミュニケーションズの提供でお送りしました。